神様からのアドバイスをお伝えしている運徳俊英でございます。神様は見えない、聞こえない、一般的な人、ミキです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の動画は、壱岐の島、龍蛇神神社同行リトリートのお話です。龍蛇神神社は、芦辺港の北部に位置する龍神崎と呼ばれる場所にあります。海を見下ろす絶景に立っており、パワースポットとしても注目されています。尖った龍の鱗みたいな石がたくさんありますね。そうなんです。岩や石がゴロゴロしているので、こちらに来られるときは歩きやすい格好や靴をおすすめします。ここに到着したタイミングで同行リトリートをご依頼された方のお子様がちょっとね、車の中で寝てしまったので交代で参拝することにしました。こういう時の子どもの行動って、実は絶妙なタイミング合わせをしてたりすることがありますよね。そういうこともあるかもしれませんね。どちらが先に参拝されたんですか？まずは私が先に参拝させていただき、次にご依頼された方に参拝されました。私は高台にある駐車場から龍蛇神神社が見えていたので、彼女が参拝する様子を見ていました。すると神社の部分だけこうまるでね、カプセルで覆われてるかのように、絶もなく高いエネルギーが降り注いでいました。どのくらいの時間ですか？時間にして5分ぐらいでしょうかね。結構長かったですよ。ご依頼された方だけに降り注いでいたんですか？ご依頼された方だけというより、このカプセルみたいになっている場所全てに降り注いでいたので、その場所にいた人は皆さん受け取れたと思います。一般的に考えると、ちょうどその場所にいてエネルギーを受け取れた人はラッキーって思っちゃいますがはいでもきっとそのエネルギーを受け取るべき人たちが絶妙なタイミングでその場に集まるようになってるのかもしれませんね。はい、そうだと思います。っていうか、運徳俊英さんも絶妙なタイミングでその場にいなかったということは、そのエネルギーは運徳俊英さんにとって必要なかったということかもしれないですよねそうかもしれませんね。ただね、この龍蛇神のエネルギーを拝見できたっていうだけでも功徳をいただいたなってすごく思います。以前このチャンネルでご紹介した動画、エネルギーの受け取り方、北海道長沼神社という動画では、一人一人エネルギーを受け取る場所や種類が違っていたということがありましたよね。そうですね。必要なエネルギーというのは人それぞれその時々全く違ってきますからね。ご興味がある方は概要欄よりその時の動画をご覧ください。それで今回エネルギーが降り注いでいる時、ご依頼された方にすぐ電話したんですね。今すごいエネルギーが降り注いでるよってお伝えしたんですけれども、彼女は体感的に何かが見えたとか感じたとか、そういった感覚ではなく、自然と涙が溢れたと言ってました。そして降り注ぐエネルギータイムが終わったので、再度電話をかけて、終わったよ、もう戻ってきていいよって伝えました。高い次元からエネルギーを浴びていたので、きっときっとさらなる飛躍の人生になると思います。なるほど。エネルギーは見えなくても、自然と涙が溢れるという体験なら、動画をご覧になっている方もあるかもしれませんね。以前このチャンネルでご紹介させていただいた玉置神社秘話、奈良の玉置神社の御祭神が北海道へという動画の中で、ミキさんが御神霊の光に包まれた時、自然と涙が溢れたって言ってましたもんね。はい、あの時のエネルギーは私の中の罪悪感を消し去るエネルギーだったんだなと改めて感じますし、自然と涙が溢れた感覚も覚えています。ご興味がある方は概要欄よりその時のエピソードも合わせてご覧ください。自分にとって必要なエネルギーは人それぞれ違いますけれども、まさにここは高次元からの龍蛇神パワーを受け取れるスポットです。龍蛇神神社に訪れて
パワーをいただきたいけどよくわからないっていう方は、その場から運徳春英にテレビ電話でつないでください。何かお伝えできることがあるかもしれません。この動画を見て面白いとか何かの気づきがあったという方や、壱岐の島に行ってみたいと思った方はチャンネル登録、高評価ボタンをお願いいたします。本日もご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。